はい、今日はですね、7月の30日ですね。私あの大学の試験も終わりましてですね、晴れて自由の身になりまして、もう横浜はあのいる必要はないんですけども、あの今日はですね、あの私の従業員も1人あの大学生がおりまして、2人とも試験が終わり、そのお祝いというわけで、この横浜ベイシェラトンにですね、あの泊まることになっております。ツインルーム、シングルでもツインでもあの値段どうせ変わらないんで、シングルでもツインでもっていうか、あのこういういいホテル、ハイクラスホテル、高級ホテルになりますと、基本的に、1人用のシングルルームってのはないんですね。だからダブルルームかツインルームしかなくてですね、ダブルを1人で使っても2人で使っても値段変わらない、ツインの場合も1人で使っても2人で使っても同じ値段っていうのが、まあ結構あるパターンなんですが、あのこのホテルに関してはね、ダブルでもツインでも1人で使う場合には少し安くしてくれるみたいなんですが、今回は2人分予約しました。あの令和元年の初日、5月1日以来ですけどね、2人でですね、この高級ホテルに、泊まることになっております。で、高級ホテルってのはもちろん素晴らしいもてなしなんかをしてくれるわけですけども、今回はその中でもさらにいいもてなしをしてくれるエリアに泊まることになっています。こういう高級ホテルだと一般的なサービスらしいんですが、クラブフロアといいまして、部屋はね、なんか普通と変わらないらしいんですね。まあ多分ですよ、ちゃんと確認しないと分からないですけど、それ普通の部屋と同じなんだけど、ただ取り扱いそのエリアみたいなのが違うというようなね、サービスの仕方があるそうです。で、そういうところに行くと、高級ラウンジみたいなところ使えて、多分お酒とか飲み放題なんだろうな、それからあとはなんかこうチェックインとかが専用のカウンターでできるとかですね、多分なんか他にもあのコンシェルジュのサービスみたいな、そういうのあるんじゃないですか。というわけで、部屋は同じなんだけど、付帯サービスが違うとか、まあ、部屋のあと階層が違うとかね、多分そういう違いがあるんでしょうね。で、通常の部屋なんだけども、クラブフロアというその方法で、予約をすることになりました。だからつまり高級ホテルなんかだと割と一般的になされるやり方だというクラブフロアというサービス、まあ、それは何なのかということを今回はですね、気に留めながら、今までさまざまなホテルをご紹介してきましたけれども、横浜桜木町エリアが多かったですがね、どこが一番いいのかな、ニューグランド、ロイヤルパーク、東急ベイ、そこはまだ行ってませんけど、それから、この、ベイシェラトンのどれかだと思うんですが、今回もですね、横浜の、まあ、それぞれ の立派な看板ホテルの中の一つに泊まるということです。横浜駅の西口、東口はあんまり立派じゃないんでね、西口の方がね、横浜駅はいいところなんですけども、そこを出るともうなんかすでにね、都会的なイメージです。横浜駅の周りも昔は乗り換えの需要ということで意外と何もなかったそうですが、商業施設はたくさん揃っていてコンパクトで便利なところです。他にこの間はこの東横インに泊まりましたけどね、あれがいつも落っこしそうだなと思いながらね、毎度毎度通るたびに見ています。まあそれは関係ありません。このように立派な連絡通路で通ってですね、そのまま中に入ることもできますし、また地下ともつながってますので、地下街からであれば、夜のその地下街が空いている時間内は雨に濡れることなくホテルに入ることもできます。でも西口にこんな立派な綺麗な空間があるとは知らなかったな。これをちょっと行くともう汚い飲み屋街とかね、あんまり治安の良くなさそうなところになるんですが、ここまではもう超都会的なイメージです。これが入り口かな。中のロビーはこんな感じ、かなり豪華絢爛な作りで、インターコンチネンタルをもう超えてるように見えます。ただここはまだ別に誰でも入ることができるエリアでもあります。宿泊の人でなくても入ることもできます。でですね、チェックインもしようとしたんですけど、普通のチェックインのところじゃなくて、せっかくなんでクラブ、チェックインカウンター、ラウンジが利用できますから、直接26階の方へおいでくださいというふうに言われましたね。あ、そうですか。まあ多分普通に1階でもチェックインできたんですけど、多分私も前にファーストクラスに乗るときにエコノミークラスのカウンターが付いてたから、そこでチェックインしたことあるんですけど、せっかくなんで Z カウンターをって言われたら、それと同じ感じですかね。なんか26階について突っ立ってたらいきなりこれが開いたんですけどな、どういうことなんだろうな。幼いのに開くっていうのは、つまりなんか気を利かして開けてくれたのかな、センサーで。分かりませんけどね。客室のあるような、上層階には基本的にカードキーを持っていないと入れないんですが、この26階のクラブラウンジのところにはカードキーがなくても入ることができて、このラウンジにあるところにそのままチェックインのカウンターもあって、荷物を持ったままお客さんが来て、そこで全て手続きをするということになっているはずです。下のところは高級感はありましたが賑やかでした。ここはもう静かすぎてちょっと喋るのが戸惑うぐらいです。ためらわれるぐらいっていう感じかな。チェックインもすごかったですよ。旅行会社の、受付が豪華になったような感じのね、こうしっかりとしたところにこう座ってですね、それで一対一の、ご挨拶みたいな、まあ、そんな感じのことしてもらいましたね。お、押すとなんかすぐ来たな。来るの早いな。こんなすぐ来るの。
なんかあれじゃないですか、わかんないですけど、優先的に来るように仕組まれてるんじゃないですかね。マリオットなんとかって、これもマリオットグループの一員なんですね。あー失敗した、降りちゃった、間に合わなかった。これピッてやんなきゃいけないですけどね。ちょっと今、ね、これを押し忘れて、あの14階まで降りちゃったんですけど、これピッてタッチして、それでロック解除して25階を押すと自分の部屋に行けます。まあこれはホテルではよくあるパターンですね。今回なんですが、あの普通のツインルームで予約してたんですけども、部屋に余裕があるということで、デラックスツインにね、あの無料でアップグレードしていただきました。旅館って結構そういうのあるんですよね。私の部屋番号は2518。しかし冷静になってみればすごい内装だな。これ多分左が横浜駅側で、こっちは横浜駅の反対側なのかな。2518はここだ。絶対すごいぞ。入ります。開いた。おお、大きい。このデラックスダブルルームっていうのは普通のやつとどう違うのかね、あの普通の方に泊まったことがないから分かんないんですけど、あのもっと超すごいスイート、ジュニアスイートなんとかみたいな、まあいろいろありますけどね。これなんだって感じで、あの入ってすぐの、まあ、洗面台か、見れば分かるか、洗面台ですね。で、それからね、うわ広いな。これなんだ、トイレともしかしてお風呂が別なのかな。これちょっと開いてますんでね、入ってみましょう。 RPG だったら、なんか開けると敵が出てきそうですけどね。それ RPG じゃないか。あ、シャワーブースがなんか独立してるんだな。こうシャワー用と、それからあのこれがあってですね、ここにこのシャワーありますけど、これはもうここがびしゃびしゃになってもいいっていう前提でやってるってことですね、多分ね。そうでしょ、カーテンがないからね。不思議だな。でも確かにここに排水があるしね。お客様へ、おもてなしを向上させるために全客室の、なんとかには、浄水システム、涼水工房を使用しているような、こう浄水システム、普通の水道水ではないみたいですね。あ、これもなんか、あ、ロイヤルパークにもこういうのありましたね。なんかすごそうな、あ、なんかいい匂いのする、あの体洗う用のふわふわスポンジみたいなのあるわ。あ、面白い。ちょっと待ってくださいね。あとはしっかり出るか。トイレも別なんですね。じゃあ開けてみましょう。ああ、こういう感じ。お、綺麗だな。これ結構新しいホテルなのかなと思ったんですけど、なんか改装したみたいですね。うん、多分そうだったような気がする。ちゃんと確認してませんけど、それから、まあ、この部屋、あれご覧に入れましたっけ。一瞬見せるか見せてないか分かんないけど、もう一回見てもらおう。これですね。広いベッド、それからあとはこれはあれかな、なんかちょっとこう外国の雰囲気ありますけどね。電話機があるんで、まあ、これでフロントもしもしとか多分できるんだろうな。まあ、なんか目覚まし時計もいろいろ機能があって強そうです。あ、ベッドもいいですね。こうふかーっとこう沈み込むけれども、なんかこうしかしね、ものすごく沈み込んで、なんかこう腰がこうちょっと下がるような、沈み込みすぎて逆に疲れるみたいな感じにもならないですね。テレビも大きい。ようこそウェルカムは、まあ、とりあえずいいとして、おお、これはあれですね、紅茶とか、あ、これありましたね。あのちょっとやってみるか、たまにはね。ここにある、じゃあアールグレー紅茶、静岡茶、どれにしようか。それ、静岡茶をとか、これ開けてね、でこれセットするんですよ。でセットするじゃないですか。で閉めるでしょ。これ確か無理やり閉めていいんで、あ、違った、これ開けなきゃいけなかった。ちょっと待ってくださいね。あ、後でやろう。ああいうのは後回し。なんかこの机も明るくて綺麗でおしゃれですが、それは窓から夕日が差し込んできているからという理由もありまして、この部屋の眺めはね、横浜駅の反対側なんですけども、まあ、大体西口の周辺の景色っていうとこういう感じですね。でね、間違いでなければ、多分、この給水塔、これね、国大の施設なんですよね。で、この白い建物とかね、ここら辺がさっきまで私が試験を受けておりました大学です。まあ、そんなの見てもしょうがないか。新横浜駅方面とかね、あの横浜駅方面は、あのこの上の階、1個上の階がラウンジになっておりますので、そのラウンジから何でも見られるのかなと思います。あとはここにシェラトンって書いてありますけど、なんかすごいな、館内のご案内。お食事とドリンク、おー、なんかこういっぱい広がるね。お客様の案内、企業としての責任、リサイクル、などを私たちはやっています。
エコの参加、リサイクル、節水、照明を切るなどにご協力くださいって書いてある。吉田茂が言ってましたね、本当に一流のホテルというのはなんか客が使った洗面台を使った後にボーイが拭いて回るホテルではなく、客が自分の使ったホテルをその後で、自分で拭いていく、そういうホテルを一流ホテルの言うのだと書いてあったんで、お客さんに対してこういう、ね、お願いをするぐらいですが、やっぱり一流ホテルなんだろうなと思います。ゲストサービス、どうぞ、以下のサービスをご用意しております。いっぱいありますよ、言いますよ、会議室の手配、フェデックス、フェデラルエクスプレスみたいなあれですよね、多分なんかこうメール送ったり荷物送ったり国際郵送みたいなのもあるのかな。緊急時のご対応、病院のご案内、薬薬局のご案内、レストランのご案内とご予約、観光イベントのご案内、観光バス観光タクシーの手配、各種チケットの手配、航空会社への取り次ぎ、レンタカーのご手配、電車チケットの手配、交通運行状況のご案内、ジョギングコースのご案内、電報、その他ご質問、タクシーハイヤーの手配、荷物のお預かり、新聞サービス、取り次ぎサービス、新聞のサービス、車椅子の貸し出し、傘の貸し出し、ランドリー、ドライクリーニング、ターンダウン、ターンダウンってなんだ、シューシャインサービスってのは靴磨きのことかな、ミニバーアイテム追加、ミニバーってのはつまり冷蔵庫にあるんですね、落とし物、お忘れ物、アメニティサービスなど、これ開けないときは、おー、またなんかすごい色々入ってんな。ポットもある、そうポットもあるか、それね。これがミニバーですね。これあれですよ、こう、ちょっと気安く触ってですね、なんてね、こんなことやるとね、お金かかりますのでね。私みたいなやつはですね、部屋代はね、こういうところに入るために部屋代は払わなきゃいけないですけど、そこに入ってるですね、やつはこう、ちょっとさすがに飲むだけの、そんなお金の余裕はありませんので、下のコンビニへ買いに行くぐらいがちょうどいいかなと思います。そんな感じですかね。よし、これすごいな、こんな箱みたいな感じの、客室案内初めて見ましたね。それから宿泊者限定ディナーって書いてありますけど、こういう9000円とか6000円ぐらいでレストラン、食べられる、これはあれですね、なんか宿泊者限定で生ビール、ワイン、ソフトドリンク4種類のサービスがあると書いてあります。夕飯はどうすかな、このホテルのレストランで食べるかな、聞いてみましょうね、後でね。でですね、これもちょっと気になって、これなんだろう、あ、これか、そっか、クローゼット、やっぱこう開けると自動でランプがつくんですね。いいホテルだと、もうみんなそうなってるんですよ、すごいですね。最近もう私もね、ホテル動画とか撮るようになってからですね、いいホテルに慣れてきましたから、やっぱいいホテルだとみんなね、こういう風になってるイメージあります。でですね、こういう部屋の紹介も、この部屋も立派なんですけど、多分このデラックスツインという部屋はレギュラーフロア、つまりクラブフロアの特別な空間の人だけではなくて、普通に泊まってる人でもこういう部屋使ってる人がいるんですね。だからこの部屋自体は特別ではなくて、あくまで部屋以外のところの付帯サービスがおそらくクラブフロアの売りであるはずです。だから今まで一生懸命部屋の紹介してたと思うんですけど、そうじゃなくてもう一回ね、ラウンジの方に行ってみましょうね。せっかくなんですね、まだね、実は従業員の、編集さんは来ておりませんので、ちょっとここでね、待たないといけません。まあいけないっていうか、まあちょっと待っといた方がいいでしょうね。じゃあせっかくなんでクラブラウンジ行きましょうね。いや、実はちょっと頭が痛くてですね、試験の時に電卓忘れて、もう数年ぶりぐらいに連立方程式とか解いて頑張ったんですけども、多分そんな計算しなくても解けたんだろうな。そんな話しても皆さんの興味には聞きませんかね。改めて26回、ラウンジはかなり広々しているんですが、料理の提供の時間になりまして、そうするとだいぶ混雑するんですね。なかなか中をですね、人を映さずに全てご覧に入れるということは難しいですが、私も取り放題の料理を持ってきました。まあ、料理というほどの本格的なしっかりとした食事ではないですけれども、こんな感じでお酒のおつまみみたいなもの、もっとたくさんね、サラダとかも取ろうと思えば取れましたので、これでお腹を満たすこともできるはできると思います。スモークサーモンと、それからこういうやつね、こうフォアグラかな、あんまり好きじゃないんですけど、このクラブフロアに入る人はみんな宿泊客なわけですが、しかし思いのほか混み合っています。本当に席が満席に近くなっていてね、国際色豊か、みんな聞き慣れの言葉で、いや大体は英語だな、英語でお話をされています。いろいろありますよ、ミネストローネとかね、ハムとかもありました。まあ、全部映させてもらいますかね、野菜サラダ、カリフラワー、パプリカ、それからパン、まあ、これをつけて食べれば夕飯にはなっちゃいますね。また何もしてないのにエレベーターが来たの、これたまたまなのかな。一回ね、外に行こうと思うんですけど、一回かな。すごい速いエレベーターですね、耳が気を抜くとツンとします。
あ、ですね、もう一回ラウンジの方行こうと思ったんですけども、あの夜今10時半になりました。終わっちゃったんですね。しょうがないから、じゃあ代わりにですね、あの他にもクラブの人だけが使える専用のスペースがありまして、あの今から行くところはですね、この背景ちょっと見ただけじゃ想像つかないと思うんですけど、あのジムがあるって言うんですよ。あの運動施設ね、まあ、運動するかどうかは別として、日やかしで見に行こうと思います。これですね、ご案内、夜10時からオープンして翌朝10時まで深夜営業なんですね。こんな感じの場所ですね。なんか普通に全部器具が整ってて、ダンベルとかね、そういうのもあって使ってる方もおられます。夜の10時から明日の朝まで、まあ、夜の運動にはいいけど、でもせっかく横浜なんでね、駅の周り都会的な雰囲気の中を走り回るっていうのもそれはそれで楽しそうですが、まあでもあの走るランニングマシンっていうのはそれにはそれなりの意味もあるそうです。あ、ちゃんと AED とかもあるんだな。ロッカーがあってですね、近づけてあの写しますと人の名前がそれぞれのロッカーに書いてるので写せないんですが、もうこんな風になんか登録して使うこともできるみたいな感じなのかな。他にプールとかもあるそうでして、あの今日はですね、たまたま月末で、あのプールのなんかメンテナンスかなんかの日で、あのプールはもう夜10時で終わってしまったんですけども、あのこのスポーツクラブに関しても800円ぐらい入れば普通の人もね、あの使えるらしいです。これもすごいな、よく見たらね、こうただのこう造花みたいなやつかなと思ったら、これちゃんと切り花ですね。こんな大きな花束ですか。だいぶ大きいよ。ここの利用料金なんですけど、864円というのはね、ここにあのシェラトンスポーツクラブ受付評価、これ書いてあって、ここに名前とか書いてですね、ここにこうポイッとこのカードを入れると、あの自動的にあとはお金が部屋付けで請求が来るということになってるみたいです。ここにこのような説明もあります。ホテルチェックインに際してね、あのクレジットカードの情報をこうスキャンして渡すんですね。別に、クレジットカードで支払いを最初にするわけじゃない、あくまで支払いはチェックアウトの時なんですけど、あの先にカードの情報だけ入れとけば、あの例えば館内 の飲み物をこうじゃんじゃん飲んじゃって、あのお金払わなかったとか、あのレストランで食事して部屋付けにしたけど払わないで帰っちゃったとかね、そういうことも予防できるし、またこういう時の、ね、支払いもこう円滑になりますんで、いいサービスかなと思います。この間アメリカのトランプホテル泊まった時もね、そんな感じでした。で、翌朝になりましたけども、朝ごはんはですね、また例によってラウンジで食べることができます。もしくは、一般の朝食のところで食べることもできて、その場合は希望して、その朝食券みたいなのをもらうことになってるんですけども、そのラウンジで、10時まで食べられるということです。もうですね、結構遅い時間、9時30分回ってるんですが、まあまだでもまだ大丈夫ですね。あそこ見るとずらーっと人がいっぱい歩いていて、バスのぎっちり乗ってますね。朝の早い時間が混むそうでして、もうこんな遅い時間になるとね、あのラウンジの朝ごはんも混まないそうです。まあその心配することはないでしょう。料理が10時に撤収ということでしたが、逆に言うとそれまでにもらってくれば別に時間に問題はないそうです。で、ここはずっとやってますんで、チェックアウトの後もいられているのかな、どうでしょうか。まあチェックアウト12時ですからね、あんまりそれ以降までいる必要もないのかなと思うんですけど、これね、オムレツちょっと手元を多分映してくれてると思うんですが、具の選択肢もね、たくさんあって、ほうれん草とトマトと、あと椎茸と、それからチーズとね、まだあとハムか、そう相当余裕がありますよ。味は塩味にしましたんで、見た目オムレツっぽくないかもしれませんが、ああ、柔らかいからね。言う必要ないと思うんですけど、美味しいですね。基本的に和食もありましたけど、洋食寄りなのかな。イギリスなんか行くとね、よく出てくるあの
フルブレックファストっていうのはそういう材料みたいな、ソーセージとカリカリのベーコンとトマトと、あとはこの椎茸みたいな、でそういったものをね、あのセットなんかもありまして、和食も塩鮭とかご飯とかありましたけど、まあこれ洋食かな、そんなラインナップでしたね、うん。横浜駅周辺の立派な様子も見下ろすことができます。あれが東海道線をまたぐ首都高、奥には湾岸線方面に続くわけですが、実際に京浜工業地帯とかベイブリッジ方面も見ることができます。みなとみらい地区はここからでは見られないようですけどね、横浜駅周辺から海を見ることができる景色ってのはもう多分ここぐらいしかないのではないかな。横浜駅の工事もだいぶ進んできて、あの駅ビルもそろそろオープンするのかな、あれはまだ中に入ることはできません。多分なんですけど、普通のフロアだとね、もうすごい朝ごはんが混むんじゃないのか、まあ、これだけ大きいホテルですからね、まあ、もしかしたらそこも余裕がスペースがあるかもしれないですけど、でも多分ここの方がかなり落ち着いた空間になってると思います。子供が入ってくるのもね、あの大人の方は同伴に限らせてもらいますみたいな、まあ、そういう感じになってますし、基本的にこういう共有スペースみたいなところが落ち着いてるっていうのがクラブフロアのメリットなんでしょうね。10時回るとラウンジもほとんど人はいなくなるようです。私たちしかおりません。コンセントなんかもついてね、ここで仕事することもできそうです。こっちは横浜駅からの北側の景色かな。あ、これね、そうぐるぐる回るんですよ。これ四ツ谷大塚とかこう書いてあるやつ、まあ、それはいいや。真下がヨドバシカメラ、向こうに見えております、あの縦長の建物が新横浜プリンスホテルで、これが JR 東海新横浜駅です。じゃあ名残惜しいですが、そろそろ立ち去ろうと思うんですけど、これですね、飲み物、あのこれだけまだ映してませんでしたが、セブンアップがあるから、これやっぱりあの外国で結構人気があってですね、あのよく飲んだことありますけども、ラインナップは確かに海外より、緑茶は生茶、それからミネラルウォーターもかなり充実しています。あとはね、すごいのはね、向こうにあのアルコールもあるわけですね。ビール、エビスビール、プレミアムモルツ、ハイネケン、それからこれは何でしたっけ、ベルギーのビールだっけな、もう忘れちゃいましたけど、アサヒスーパードライ、一番搾り、いろいろありますが、ビールも一日中飲み放題です。あのこの回なんですけど、なんか全般的に、ね、あの独特のいい香りがするんですが、発生源はどこかなと思って、こういう機械がね、各回多分クラブフロア限定だと思う、置いてありましてですね。ほんでね、このクラブフロア独特の匂いがしますよ。我が25階にもこういうやつはあります。それでチェックアウトもしてきました。さっきはね、これの最上階ではないんですけど、それの1個下からね、立派なラウンジのところからこの景色を見下ろしていたわけです。で、あのチェックアウトをする前にですね、あの間違えてうっかりあの下の階の一般客室の方にあの行ってしまいまして、本来は鍵がないとあのこう行けないんですけど、まあ、ちょっと他の方との、ね、入れ違いなんかであのそこで降りちゃったんですが、あの一般客室はね、部屋の広さとかは多分、まあ、その部屋の方まで行ってませんが、多分変わらないのかなって感じでしたが、あのやっぱり内装とかが違いましたね。あの本来入るべき場所ではないからカメラ回しませんでしたけど、あの例の香り発生器みたいなのもなかったですしね、びっくりしました。あ、結構違うんだなと思って、ね、あのクラブフロアとでは、廊下の雰囲気と部屋の内装がどう違うのか分かりませんが、香り、その点が違って、ずっとそのクラブフロアに漂っていた香りに慣れた身としては、少し、物足りなさを感じたものです。いやでも、あの一般客室があの物足りない客室ってことはないですからね。あの立派な部屋は、どこのところでもデラックスツインであれば標準で備わっているはずです。じゃあまあこんな感じでした。長くなりましたけども、チェックアウトもですね、ゆっくりいまして12時9分、昨日大学に忘れ物してきましたんで、今からもう一度大学に行くことになっています。ありがとうございました。